老子道徳経。今日は38章です。ディスプレイはですね、徳経下編ってあります。第38、論徳第38ってありますが、私も、道徳経、便宜上でしょうかね。上編、下編、まあ、ここでは下編でありますが、今日からするのは、あと後半の部分です。38章から入るわけですが、まあ、そういう徳、道徳経という道と、徳ですね。タオとタ、タオというんでしょうけど、なんか中国では、タオ、タオ、タオ、道徳の、中国の人に私の名前言ったら、チンタイでこう、なんかそういう表現をしましたね。こう徳という。徳経を始めたいと思います。その前に今日ちょっと感ずるところ、今日は3月19日。昨日は旧暦の2月の16日でした。でその前日はご存知のように2月15日は涅槃会、涅槃会如月の望月の頃という毎年同じ歌を歌っております。西行法師の願わくば花のもとにて春しな、その如月の望月の頃。私のトイレ、使ってるトイレの日めくりがですね、昨日の段階でパッと見たら満月、2月16日ってこうあるんですね。まあ標語みたいなものがあったり、大きなこう日めくりカレンダーですが、あ、そうか、お釈迦さんの命日が、一昨日だったんですね。まあ皆さんも車で来られた方も、あるいはこう周りの町の様子は春めいてまいりました。まあ、あいにく昨日は満月、本当の満月だったようです。16日であったわけですが、春めいてきて暖かいなと言った途端に雨、一日中雨で、私もお彼岸で、この周り、ちょっと手伝い、7軒ぐらいお参りさせていただきました。まあ、雨ボトボトになってですね。まあ、雨がっぱのような、衣が、河川でテトロみたいなものですから、まあ、雨をはじくような感じで、檀家さんの家来ましたから、もうさん、まあ、ずぶ濡れやる感じですね。まあ、私は一生懸命やってますから、もう雨濡れるのも、いとわないで、お参りさせていただきましたが、木蓮の花が、ばあ咲いてます。この19日ですが、15日、3月15日は私の父親の、命日で、25回忌、まあ、年会でいうたら25回忌ですが、まあ、人は亡くなった日を、まあ、親族に残します、記憶に残します。皆さんも身近な人の命日をご存じだと思います。自分の誕生日があったり、子供の誕生日があったりですね、結婚記念日があったり、いろんな日にちを忘れることのできない数字が、あるわけで、その3月15日の神岡というところの田舎ではお釈迦さんの日ということで、2月15日の旧暦を一月遅らして、そしてお釈迦さんの涅槃会を神岡はします。多分田舎ではそういう習慣だと思います。関西も旧暦の7月15日、これが裏盆へということで、それが毎年旧暦は、こう変わってきますから、日にちが。陽暦でいう一月遅らして8月15日、この日をお盆としております。だから我々は無意識に8月15日がお盆と思ってますが、旧暦の7月15日、いわゆる一月遅れの陽暦でいう8月15日頃が、まあ、お盆の時期。涅槃会も同じで、昨日、まあ、あいにくの雨で満月。
拝めることができなかったわけですが、まあ、行く先々で木蓮の花、白い花、拳の花ですね。木蓮もうちょっと大きいですが、いわゆる白い花が、24年前も、亡くなった日を思い出しますと、裏庭に木蓮が、本当にこう、鶏の卵ぐらいの真っ白なですね、つぼみをぐっと膨らませてました。年々さいさい花愛みたり、さいさい年々人同じからず。まあそういう歌をいつも思い出します。ああ、親父の名詞なんだなと。私はよくこの雑談の中で無言浪士の学生時代の話、梅の花に仏が見えないかとか言われてですね、そんな梅の花は梅の花やのに何が仏やと思ったことがありますが、本当にこの、これから読んでいく道徳教の中に、こう皆同じような感じを取ったと思います。この大いなるもの、この摩訶不思議なエネルギー、見えない、言葉もない、これをタオと言っている、そういう不思議な大いなる大きな力、それが偉そうにしない、そういう自然の摂理というものはあるわけですが、だけど万物をこう育み、そして生まれさせ、そして消滅させ、永遠の姿をですね、生まれ変わり死に変わりさせてくれている、その流れの中で私たちは、その頂き物、たわまるというかですね、お米を、お魚を、お水をいただいて、そしてこの命を維持していると思えばですね、なんとまあありがたいなと。こう一年に尽きるわけですね。親鸞聖人のもう一年に終わる。ありがとうって感じですね。ありがとうという前のもう感動でしょうね。でそういうものを感じる喜びがですね、私はなかなか人生のうまみあると思うんですが、さあどうでしょうかね。そういうことで、読んでまいりましょう。原文読み下し文から読んでいきます。上徳は徳とせず、ここをもって徳あり。下徳は徳を失わざらんとす、ここをもって徳なし。上徳は無意にして思考してもってなすとするなし。上人はこれをなして思考して持ってなすとするなし。定義はこれをなして思考して持ってなすとするあり。条例はこれをなして思考してこれに応ずるなければ、すなわち腕を払ってこれを引く。故に道を失いて思考して後に徳あり。徳を失いて思考して後に仁あり。仁を失いて思考して後に義あり。義を失いて思考して後に礼あり。それ、礼なるものは中心の薄きにして思考して乱の始めなり。善識なるものは道の花にして思考して愚の始めなり。ここをもって大丈夫はその厚きに降りて、その薄きにおらず。その実に降りてその花におらず、故に彼を捨てて彼を取る。というとこですね。戻りましょう。38、上徳は徳とせず、坂しらの知恵。坂しら、まあ賢ぶるといいますかね。自己ぶるといいますか。漢字が坂しら、坂というのは、賢いの。賢という字を使ってますね。坂しらの知恵。徳教の始まり。まあ、徳を主に、徳という字が多く入っているので、徳教というらしいです。徳の十分な人は、ひたすら道に従うばかりで、我が身の徳を徳として意識しない。まあ、徳、私も親と生まれたときに、私のじいさんが、
光徳、徳は光る、ね、仁徳、まあ、授かりもでも仏性の性でもあるわけですが、その、人を愛すといいますかね、徳、徳、ちょっと字を書きましょうかね。どなたかに、ごめんなさい。徳は辞書を見ましたら、こういう字もありますね。あるいはですね、こうして、こうして、こうして、こうとかですね。いわゆる素直な心。真心でも通ずると思いますが、真摯、真心、これは素直な心、そのようにも解釈できますね。まあ、抽象的な感じで、私もどういうことかいなと、徳も言うまでもありませんが。要するに、行人弁の右側が、こういうふうな感じですね。これがまあ、職。あるいは真心の真。そういうふうに解釈します。まあ、ここでは儒教の参考五条といいますか、仁義礼智信というところが中国人の、まあ、基本的なこの人生のこの生き方、これもですね、まあ、我々東洋人ですから、仁義礼智信、五条の八条は忠がありますね。で、孝があります。定があります。まあ、こういうのはまあ教養みたいなもので、これを覚えて自分の真心にしつく知るというわけじゃないですね。いろんな地図を見て、そして行った気持ちになりますけども、この前も先週ですが、今週ですね、木曜日、座禅会、人間禅がありまして、ご雑談の時間がありまして、臨読しまして、結局そういう由意識を勉強せんことには仏教はわからんとか、こういうふうなことをおっしゃったので、私はそれはちょっと反対ですと。私は生きてる人間は皆平等に見たり聞いたり、泣いたり笑ったり、しているその体験の中から、言葉以前の体験があると。で、体験を見て、そして先人方の言葉、仁があったり義があったりですね、徳という言葉があったり、それを我々イメージトレーニングしてますね。みんななんとなくこう感じは分かります。親孝行する、あるいは兄弟愛、ね、兄貴を敬う、弟をちゃんと大事にする、妹を大事にする、自分の真心を持って生きていく、上司に対しても人間関係においても信頼関係とかですね、いろんなこう、ええ言葉ばっかりです。悪い言葉じゃない、ところが今日読もうとしているところは、それも大事やけども、本当のもっと大事なところは、彼としてこう実体がないけども、そういう私が言う、儒教の、孔子の、心の欲するままに従いど、もう、ノリを超えない。当たり前、普通、ニュートラル。偏らない。偏ってるんやけども、偏ったというところからすっと戻れる。
戻れるという、この人間性豊かな、それを私は徳と思いますね。別に偉そうな、上品ぶった、礼儀正しい、言葉遣いがいい、なんか聖人みたいな、偉人みたいな、そういうイメージは徳ではなくて、普通の、いつも言うおっさんの、普通の当たり前の生き方。それがノリを超えない。人の道からこう外れることがない。それをニュートラル。私は前奏ですから、もう。というところで、そこに、中心を置いておく。そして、四方八方、いろんなこういう、言葉の世界で遊ばしてもらう。泣いたり笑ったりですね。仁義礼智信で、そういうところがあると、まあ、私はそういうふうにこの書を読んでこう感じました。続けて読んでいきましょう。だから徳が十分な人は、ただそこに普通の無意識なんです。無意なんですね。自然なんです。別にあの花を、水仙の花を咲かせろとか、うわ梅の花が今散りかけて、そして桜の花が今膨らんで、ぐわーっとですね、色気づいている。とても、こう、初々しいですね。それを誰が指しているのか。それを人はね、仏の力やとか、自然の力やとか、暖かさやとか、ね、日照りがどうやとか、何度以上やとか、まあ、いろんなことを言いますが、結局現実は色づいている。それを増加。本当にものを、こういつも諸行無常の現実の中で、特にこの春先は、綺麗ですね。爽やかで、初々しくて。まあ、いろんな季節が、春がいいとかですね、冬が悪いとかいうことはありませんが、ひたすら、だからその自然でもいいでしょう。タオでもいいですね。タオと徳も、同じ、私は世界につながっております。人はその中に、ピタッと浸ってるから空気を吸って空気を感じないように、我が身の徳を徳としていない、意識していない。だからこそ徳が身についているのだ。私たちは空気中の空気を吸って命を維持しているし、水を飲んで、維持しているし、それは身についている。それは偉いとか、それこそ人間だとか、そういうことで当たり前ですね。当たり前の営みを、人は空気を吸って、水を飲んで、動いている。徳の十分でない人は、そういう頭で理屈で考える人は、徳というのは、この人間性、品性がいいと。上品だと、あるいは心の優しい人だ、心の温かい人だ、誠意のある人だ、まあ仁義礼智信ね、忠孝悌みや、言葉ですが、そういうのをひっくるめて徳のある人ね、そういう人、そういう、だから私は親孝行しよう、あるいは上司に対して、会社に対して忠心を持って働こう。まあそういう悪くはないんですけどね。で、おはようございます。ありがとうございます。それでですね、礼儀正しい言い方もする。それも悪くないんですけども、意識してしまうと、意識して失うまいと努める。だからこそ、かえって徳が身につかない。そういう人はそれで終わってしまう。まず私は体験する。当たり前の生活をしながら、あ、これが素晴らしい、ありがたい。この般若波羅蜜多というところですね。ギャーテーギャーテーというのは、行こう行こう、あの悲願行こうというのは、もう悲願じゃなくて、気づいてみたら、目覚めてみたら、悲願にいるということです。だけど迷っている人は、何かボート漕いで、あの悲願に行かなかん、いかだを変えて行かなかんと、何かお経を覚えて、行をして行かなかんと思っているから、ああ、しんどい。それで、まあ、分かったつもりでおるけども、本当の分かったつもりじゃない。分かったつもりは、本当に却下証拠、直心、このダイレクトな自分、
というところに感じておけば、そこがお浄土だった、あここが極楽だった、あ生かされている仏であったというところということですね。徳の十分な人はことさらな仕業をしない、まあ当たり前のことで自分はしたということも知らない、いいことをしたと思わない、不自然不思悪ですね。六尊の言ういいことをしたとも思わない、偽善者じゃない、あるいは悪いことをした、まあね、悪いこといっぱいしてます、我々ね、あのアリを踏みつけてると思います、いろんな動植物を殺してると思いますよ。だけどそれはもう申し訳ないけども、うん、そういうことをしてます、悪いとも、そういうことを考えない、持たない、仕業はしない、無意の立場を守っていて、何かをしたという跡を残さない、ね、ところが仁愛の十分な人ではいろいろなことを行うようになって、それでもまだ何かをしたという跡は残さない。だ人を愛する仁愛、まあそういう仁という仁義、人を思いやるということですね。まあ、愛というのは、まあ、仏教語では執着の愛というイメージの感じですが、まあ、キリスト教では本当に、博愛、広くですね、本当に自他不二という、世界です。この富士の明道、これ私の事務所にずっと昔からかけてあるんですが、これは親父の持ってたあの無音老師から持った本の表紙の裏側に、こう、せっかくできた時にはですね、100冊ぐらい、この表紙の上にこうちょこちょこっとこう書いてくれるわけですね。で、富士の明道、大質無門禅師ですね。この、これは花王ですね。花王ですが、これは山という。山田右門の山と私は見ております。山。富士の明道。まあ、これが仁愛です。あなたの喜び、私の喜び。あなた、皆さんも恋愛をしましたですね。恋愛したときには、もうすべて与えたい。すべて、あなたのためなら、私は幸せである。そういう気持ちさせてもらう。母親、赤ちゃんを見るときには、もう赤ちゃんの喜びが私の喜びである。そういうことですね。十分な人が、いろんなことを行うようになって、それでもまだ何かをしたという跡は残さない。私たちが育ててくれた、愛してくれた母親は、何を残したんでしょう。私、ええことしたよと、勲章頂戴とかですね、請求書を回したわけではないわけですね。しかし、正義に十分な人になると、いろいろなことをして、わざとらしい仕業の跡をするようになる。仁義礼智信という徳をですね、この中ではですね、順番にこう下がっていくようですね。こう仁愛ある、人を愛する、思いある、これは悪くないんです。こう義になると昭和初期の人はこの義というのは好きです。吉尾さんとかですね、このちょっと人私らのなとのぐらいまでが義という字をよく使ってました。勇ましいとかですね、男だったらと。正義の義、義理人情の義ですね。そこまでいくとちょっと分別心が起こってくるという表現ですね、ここでは。正義に十分な人になると、いろいろなことをして、わざとらしい仕業の跡を残すようになる。だんだんこうレベルが下がってくるというですね。そして礼儀に、仁義、次、礼ですね。礼儀に十分な人では、いろいろなことを行って、相手がその礼に応えないとなると、腕まくりをして、力み返って、無理に相手を引っ張り込もうとする。無礼なやつじゃ。ね。ムカつく。ね。こっちがなんかこう申請しちゃったら、なんちゅう態度やとかですね。えらいこう、こう期待するところが、こう礼の世界にはないことはないね、あります。礼儀を尽くして真心を持ってですね、挨拶するのは悪くないんですよ。とかこっちが礼したのにあいつは礼せんじゃないかとか、
こっちが両手で握手したのに、あっちを片手でポケット手に入れて、あーとこう、やっとると。お前、無礼じゃないなと。ね、お互い、大統領とか首相とか挨拶したときですね、なんかこう、こっちはきちっとかしこまって、足を揃えて、ソファーに座ってるのに、あっちは足を組んで、あ、こないして、ああ、それで、とか、お前その態度なんやと。そういうふうに見えますね。そういう、腕まくりをしてですね、お前それはなんやろで、礼儀正しい人ほどそういうところにこだわるな、という。まあ、昔も今も同じですね。まあ、あんまり、だから、あんまりこう、そういうところにこだわらない方が私は、いいじゃないかなと思うんですが、してみると真実の道が失われてからその後に徳があり、だタオというものが素晴らしいタオ、ね、まあ私もいまだに、タオは何やり一言で言えませんが、それが失われて仁義礼智信というものが出てくる、徳が出てくる、その後に徳があるですね。道が一つ、一道もおりますね。ただ、この道、一をもってこれを貫くという感じですが、その「タオ」というところが、まあ、この文章では失われてからその後に徳があり、徳が失われてからその後に仁があり、仁が失われてその後に義があり、義が失われてからその後に霊が現れたのだ。そもそも霊という、霊というものは、宙とか神とかいう人の真心が薄くなってできたものである。先ほどの宙ですね。仁義礼智信、宙、高、低という。これはだん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 こう、レベルがダウンしていく。薄くなってできたものであって、そもそもの騒乱の始まりである。だから親子関係、あるいは兄弟喧嘩、まあ、この、信じてたのに裏切られたとかですね、まあ、そういう争いが皆、そういうことでしょうかね。本当に小さな国で、のどかに住んでいる、このタオの道徳教の、主人公の老子は役人になって、結局は皆小さな国で、それぞれ楽しく、村会議員とか町会議員ぐらいで、それでやってて、一応足らんなと言ったら、みんなネットワークができてますから、ちょっとこれ、何が足らんのやからってですね、お互いに連絡し合って、お互いに助け合う。極楽というところは、こういう長い橋を持ってて、自分で俺がって食べようとするんじゃなくて、あなたに与える何が欲しいですかと。何が欲しいですかと。私もちょうだいとですね、あーっと口を開ける。ひなが親鳥からですね、いただくようにですね。そういう俺がってこう、我欲、ガリガリ猛者。それはですね、地獄の世界で。物は立派に豊富にあるのに、まあ、ガリガリ猛者というものは、結局、そういう裏切られたとか、ね、そういう礼儀がなっとらんじゃないかとか、いろんな訂正に対してもですね、お互いにそういう、小競り合いといいますかね、この自利利他じゃなく、お互いに自分さえ良かったらいい、自分の国さえ良かったらいいというね、もう本当に、まだまだ人間というのは、やっぱり永遠に、欲の塊なんでしょうかね。欲の塊でいいんでしょうけども、その欲をいいように使って、いきたいですね。そのためには、やっぱりこういう、座禅というものが、あるいはタオという、東洋思想というのか、別にね、東洋はいいわけじゃないですが、先人方が、伝えた、言葉は、まあ、言葉でしかないわけですが、本来持っている人間性に気づく、それが、まあ、キリスト教やイスラム教の中に、そういう方向づけさせてあげる。仏教もですね、だから
こう念仏唱えたり、こう呪文唱えて、現世利益する、これも悪くはないんですが、私はこの次読もうとする、いつという、どういつの、他をは一つである。バーンとですね、そこを、感じ、自覚できる、そういう人間教育、教育というものが大事だと思いますね。教育というのは別に黒板で教えるんじゃなくて、静かに座って、静かな時間、自分を見つめる。いつも言うように、ちょっと立ち止まって、静かな時間を安定させた姿勢を持って、腹式呼吸をすると、スーッとですね、もう気がですね、バーッとこう、さっきの不二の明道という世界が、もうすぐに現前するわけです。で、私が、ああでもない、こうでもないと、まあ、これはまあまあ、毎週雑談みたいに、こうしてるわけですが、もう同じことをずっと言い続けております。不二の明道。そこを持てるかどうか、持っているのに、それをいつも発揮できるかどうかということですね。仁愛や正義、仁とか仁義礼智信の仁義礼ですね、などを人に先駆けてわきまえるという。人に先駆けて、俺の方がもっとね、利口ぶる、坂しら、ちょっと人様よりもちょっと賢そうな、偉そうな、そういう知恵は、誠の道の実質が失われた、そのあだばなである。まあ、あだばなという表現がですね、表面だけの美しさ、というイメージでしょうかね。括弧だけ、中身がない。俺がというね、そういうのは、俺がええことしてるやろと、ね、今も、まあ、いろんな慈善団体が、この戦争とか、あるいはこの地震の災害とか、まあ、いろんなことで悪くはないです。だけど、それを鼻にかけている団体もあるかもしれませんね。あだばな。そもそも、愚劣の始まりである。まあ、愚か。ね。まあ、それゆえ立派な男子たるもの。まあ、ここではですね、大丈夫という127ページの後ろから2行目。大丈夫。立派な男子。まあね、昔の資料ですから、まあ、今では男も女も、ね。それは味噌くそは一緒にはしません。味噌くそじゃなくて、きちっとですね、区別はします。差別はしません。ね。女の差別とかですね、以前は、あったわけですが。大丈夫たるものってですね、今は大丈夫、今、夫じゃなくて、夫人の夫も、そうですね、大丈夫、立派な女性、政治家も経済学者も学者も多いですね、素晴らしいですね、立派な人は、その真心の厚み、真心の厚み、ここですよ、真心ですね、徳とやす、真心。の厚み、厚みというのは、温かさ、深さ、ね、そういう寛容、包容力。なんかこう表現すると言葉ではですね、言葉の上手な人は何ぼでもそういうことはできるでしょうけども、大海原のような、大空のような、さあ、そうですね、まあまあもう水に流せやと、ね、まあせせだけのチャーッとですね、もう損した得した相手ですね、まあそういう人生もあるわけですが、もう流していこうと。ね、自分は本来大海原である。そういう気持ちを持たな、面白ないですね。私はそういう性質ですが、真心の厚みの上に身を置いて、その薄み、薄っぺらいところ、ね。まあ人情がない。ね、軽々しい。無情でね、人情がない。そういう、人を、上下を見る。あるいは、良し悪しをこだわる。ね。まあ、ある時にはそういう良し悪しにこだわっていいですが、ある大きなと局面に対した時には、そういうことを超えて、その薄っぺらな、人情だけで終わらない。許していく。まあ、ダライ・ラマが許せ。というなんかタイトルなんか、テーマでなんかあったような、本を読んだ
ことがありましたが、その未知の実質の上において、タオというタオというところに身を置いて、そのあだばな表面だけの美しさにおるべきじゃない、私はいいことしましたよと、だからあちらの薄みやあだばなを捨てて、ね、ああいうその薄っぺらい生活社会から離れて、こちらの温かい人情豊かな、ね、そういう、まあそういうことですね、まあ、人のための行動をするのが当たり前だと、そういうことですね。まあ話せばまあいないですが、まあいろいろいいことをいっぱい書いてくれてます。徳とは徳の意味であって、徳とは得る、得られたもの、身に得られたものである、ものの、そうですね、自分はいただいてもす、生まれつきの持ち前、それありますね、仏性の性ですね、その後に獲得した能力、そうですね、やっぱり病気になったとか、あるいはそういう環境において、いろんな周りに苦しい人や悲しい人や、そういう悲しんでる人がおれば、自然といたわるような気持ちになる。優しい気持ちを手を差し伸べるようになってしまう。それは生まれてきてからその環境におると、人助けが当たり前にしていく人は何度もいます。で、そういう獲得した能力など身についた才能を言う。儒教の方では道徳、道義的なものを指すが、老荘思想、今ここで老荘ですね、ではこの根源的な道の立場を踏まえた実践能力を指している。この根源的なタオです、タオイズムを、もう、これが自然とですね、自然と、行く。私はこれまた持ってきました。これ最近、はめ込んだんです。これ、タイツ浪士、甲のタイツですね。タイツってあります。甲のタイツ浪士。自称霊妙とあります。自称霊妙。自称霊妙というのは、霊。これ次また霊出てきますが、妙心寺の妙。素晴らしい、こいつ。こいつはですね、また、こいつはですね、霊という表現がですね、面白かったですよ。霊。霊。霊というのはですね、なんか面白い、解釈があったんです。くすし、くすしというのは、神秘的なという意味ですが、いつも、応じてくれる。いつも、いつも応じてくれると言います。だから霊魂というのは、魂というのは、あ、いつも応じてくれるという、その解釈してくれている本を読みましたら、霊光という、光が霊でありますが、なんか幽霊の霊もイメージありまして、なんか見えないものだけじゃなくて、いつも応じてくれる。親父と言ったら、パッとね、出てくる、ね。おばさんと言ったら出てくる。無門老師と出てくる。まか不思議な、この力、こう、霊力、と思いますね。だから霊というのは、いつでも、なんや、なんか言うてんのか、とかですね。いつでも、電話したら、はいはいって答えてくれてる。これは霊ですね。幽霊の霊ですが、霊ですね。そういうふうに解釈、な本読んでて、あ、いい解釈やなと思いました。その、実践能力を指している。上徳は完全に徳を身につけた人。家徳は理想的な徳を身につけた用として修行している人。そして儒教の徳は仁義礼と呼ばれて徳とは言われない。で、そういうような、まあ、解釈をしてますね。まあ、大事なのはそういう、先の有識論を勉強してから、このレベルをですね、この心のレベルは下だとか上だとか、そういうことじゃない。もう私はそういう学者的なこう世界には降りたくなくて、自分で分かる世界で、あ、ここでええんやと、もう1年に尽きてありがとうと、まあ、そういう世界が分かれば、私それで満足してます。だから皆さんはもっともっと分析してですね、やろうという方はされてもいいですが、所詮は衆生本来仏であったという、
そして若物現前しているところで、当初すなわち蓮華国、この身すなわち仏であると。まあ、白隠禅師にも私は、大いに私はですね、同じ世界を持たさせてもらってありがたいなと思いますね。まあ、つい39やろうと思いましたが、今見たら8時過ぎてしまいました。余談ばかりですね。まあ、一つ一つ楽しみながら道徳を読んでまいりたいと思います。今日はこれで終わりましょう。はい。